特に菊池投手に関してはこんだけ数字出してて一軍に昇格してこないっていうのはちょっとした巨人の七不思議になってんちゃうかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですねちょっと二軍ですごく活躍してる選手、まあ一軍で、昇格あるんちゃうかみたいなところをね、お話していきたいなというふうに思ってます。まあ取り上げる選手としてはまあその菊池投手とですね、まあ怪我からね、まあ復帰を果たしましたまあ梶谷選手、まあこの2選手についてまあちょっと中心にね、お話をしていきたいなっていうふうに思うんですね。でまず菊池投手ね、菊池投手、まあ前々からまあネット上でいろいろね、いつあげんねんとかまあ僕の動画内でも菊池投手なんで上がってこへんのかなみたいな動画もね撮ったことありましたけども、まあいよいよそろそろ本当に上がってくるんじゃないかっていうところはあるんですよね。でちょっと成績見ていきたいんですけど、まあ菊池投手まあまだ一軍登板なしと。出場なしというところ。で、まあ、去年で言ったらね、まあ、勝ちパターンを担ってくれたぐらいの、まあ、後半ね、ピッチャーですと。で、2軍で、まあ、今年27試合、防御率が 0.67 で、4勝2敗、27イニング投げてまして、脱三振率が 12.33 で、ウィップが 1.00 で、K パーセントっていうかな、この K 分の BB っていうんですか、 K パーセント、うん、だからまあ簡単に言ったら、どれだけコントロールいいかっていうところをね測る数字なんですけど、これ 6.17 ってこれやばい数字なんですよね。うん、でこれこの数字って 3.5 あったらまあ優秀、まあコントロールいいし脱三振能力もあるよねっていうところなんですけど、これが 6.17 ってちょっとえぐいんですよね。まあ、例えるなら、上原浩二さんとか、まあ、ちょっと、まあ、レベルは違いますけども、それぐらい、確かメジャーかなんかで 6点なんぼとかやったんで、それぐらいコントロールもいいし、まあ、脱三振能力もあるというところね。まあ、2軍の成績ですけども、まあ、圧倒的な数字、まあ、簡単に言ったら圧倒的な数字出してるってことですわ。うん。で、じゃあなんで上がってこれんのっていうところで、ちょっと前まあ平内投手とかまあ田中投手がね上がりましたよね。で僕その時に菊池投手上がってくるかなと思ったんですけど、まあその二人が選ばれたと。で実際まあ平内投手とかまあ田中投手のまあその一軍での成績見ると、まあ田中投手から行くとね、3試合で防御率が 0.00 で4イニングで脱三振率が 9.00 でウィップが 0.50、うん、まあその、あんま投げてないよね、田中投手に関しては。あんま投げてないなっていう感じありますと。うん。で、平内投手に関しては、21試合、防御率が 1.96、1勝1敗、1ホールド、23イニング、脱三振率が 4.70、ウィップが 1.22 っていう風になってます。まあ平野投手は、ね、結構投げてるなっていう感じはあるし、まあ森下選手の件もあったりとかね、いろいろなんか批判があったりとかしますけども、まあそれなりによく頑張ってるなと、それなりにとか頑張ってるなっていうふうに思いますし、まあこの間ね、昨日かな、昨日ちゃうわ、この間か、ホームラン、サヨナラホームランありましたけども、まあ不用意な一球とかね、まあネット上ではいろいろ言われてますけども、まあそうですね、まあ不用意ではあるんだけど。まあ、彼なりにね、頑張ってくれてるなとは思いますと。で、もし菊池投手が上がるとするならば、まあ、田中投手が落ちるだろうなっていう、まあ、登板のね、この少なさもありますし、まあ、実際その田中投手が上がってきた時って、まあ、ファームでめちゃくちゃ調子良かったかって言ったらそうでもなくて、どっちかというと、三振の、脱三振率がめちゃくちゃ高くて、それ以外の数字はあまり良くなくて、まあ、ここぞという場面で、まあ、ストレートとフォークというところで、まあ、三振を取れるピッチャーだから、ピンチの場面でね、重宝をするんちゃうかというところで、上げたんかなっていうふうに思ったんですよ。だから、まあ、その実際ね、3登板しかしてないっていうのもありますし、
もともとそこまでの成績を出したわけでもないけど、一軍に上がったっていうところがあったんで、もし、菊池投手が上がるとするならば、田中投手が落ちるんちゃうかなっていうのが僕の意見なんですね。うん。平内ちゃんかいって思われた方もいらっしゃるかもしれないですけども、うん、僕の感じからしたら、まあこんだけね、登板もしてますし、平内投手ね。まあ田中投手だろうなっていうふうに思うんですね。うん。だから、ちょっと一軍でね、早く見てみたいなっていうのはありますし、うん。まあ去年もね、すごくいいピッチングをしてくれてましたしね、今年怪我あったんかな、怪我があって、ちょっとあれだったんかもしれないけども、で、こんだけ成績出してるって、で、こんだけ腐ってないっていうのがすごいですね。あの、記事で見たんですけど、まあ、杉内投手から、あの、杉内投手コーチから、絶対、使うから、ファームで、頑張っててくれっていう風なコメントをね、胸に頑張ってますみたいな記事がありましたけども、それをね、腐らずにしっかり実行できてるっていうのは、この菊池投手の精神力の強さも含めてね、素晴らしいなというふうに思います。で、梶谷選手ちょっと見ていきたいと思うんですけど、お前何してんねんと、梶谷はよ帰ってこいよと、お前なんぼケガすんねんってめちゃくちゃ言ってるね、僕も正直ちょっと思ってますけども、まあどんな感じやねんってとこなんですけど、まあ1軍でね、まあ6試合しか出てませんと、1割8分8厘、1ホームラン2打点、 OPS610、得点圏が3割3分3厘、まあその阪神戦でねホームラン打ってくれたりとか、もうファインプレーしてくれたりとか、まあ強烈な印象を残してるわけですよ今年ね。今年の梶谷がやってくれるぞと、これすごいことになるぞと、めちゃくちゃ打線熱くなるぞというふうなね期待込めてたんですけど、まあ6試合で、まあ登録抹消というところで、何してんねんというところで、ファンの期待をというかファンの感情を最も揺さぶる選手ではあるんですけども、まあそのね、まあ古傷の左膝でしたっけ、怪我もそうですし、まあ良くなったり悪くなったりっていうのが繰り返しててね、リハビリ班行ったり、三軍のファーム班というかね、行ったりとかっていうのをこう繰り返して、やっとまあ二軍でね実戦復帰したんですよねこの間ね。でまあ7試合で出て二軍でね、3割3分3厘、0ホームラン1打点、OPS789、得点圏10割というところで、まあまだ、試合はね、なかなかあんまり出場、めちゃくちゃ多いわけじゃないんですけど、まあ少しね、首脳陣たちもやっぱ、すぐ上げたいというか、まあ使いたいっていうところはね、あると思うんですけど、まあやはり怪我がね、繰り返してるっていうのがあるんで、まあそんなに早く、フリーパスのようにね、エレベーター、エスカレーターのようにですね、スイーッとこう上がっていくことはないかなと思ってて、まあもうちょい試合数を、重ねてね。で、本当に大丈夫かっていう。まあ、状態も含めてね。そういったところを確認しながらだと思うんですね。うん。で、梶谷選手がもし戻ってきたとして、一軍に。どうするかってところなんですよね。まあ、スタメンで僕使うことは、僕はね、僕の考えでないんちゃうかなと思ってて、代打枠やろうなって。まあ、代打に梶谷選手がいたら、すごく、層も厚くなるし、まあ、相手からもね、すごくこう、プレッシャーかかるっていうのもありますから、そういったところで、まあ正直言ってね、スタメンで使いたいって気持ちあるんですよ。あるんだけど、もう怪我するでしょ。もう怪我するから、もうそれ怖いから、だからもう守備守らすなみたいな、守備守らすないし、走らすなみたいなところあるから、ね、まあちょっとまあ選手のまあその特徴的なところなんで、もう治らないと思うんですね、ベテランだから。まあ仕方ないというか、もうそういうもんだと思って割り切るしかないところはあるんですけど、でもまあやっぱり、レギュラーでというか、もうそのスタメンでっていう感じではもうないかなと思いますし、まあ代打にいてくれて、チャンス強い打撃を見せてくれたらなっていうところはあるんで、まあそうなってくると、今またね外野ね、浅野選手とかが今結構出てたりとかしますけども、またオコエ選手が下がるのかとか、立岡選手が下がるのかとか、いろいろありますけど、まあ結局、立岡さんとかやったら、守備からも入れるし、走塁からもいけるし、代打もまああるしっていうところいけるんですけど、まあね、どうなるか、ちょっとそこはね、すごく難しいところなんですけど、まあ梶谷選手がね、まあ戻ってきたら、まあ代打というところで、まあやってほしいなっていうところはね、僕的にはあるんですね。はい、てな感じでですね、今日は2軍のまあ菊池投手とまあ梶谷選手というところを中心にお話していきました。まあその菊池投手はね、もう本当にね、よく頑張ってると思いますし、こんだけね2軍で圧倒的な数字を出してるんでね、まああまりずっと上げないっていうのもまあ選手のモチベーションとか、
あれ、なんていうの、順番待ちみたいになっちゃうから、だから菊池、だから周りの選手が、まあ、菊池投手はどう思ってるかわかんないけど、周りの選手がね、菊池選手以外の選手が、菊池選手で上がれないんだったら、もう俺ら、もう絶対上がれへんやん、みたいなことにもなってくるから、だから、まあ、菊池投手もね、まあ、もうそろそろ上がるとは思うんですけど、うん。だから、まあ、そういったところもあるしね、周りの選手の影響っていうのもあるので、まあ、そういったところも含めてね、一軍の首脳陣もね、ちょっとこう、うん、早く上げてほしいなっていうところは、僕、思います。はい、てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。